皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、自分で勝手に答えを出さない、答えはお客様が持っているというお話をしたいと思います。あらゆる場面に関してそうなんですけどね、答えはお客様が持っているっていうその考えを持てるか持てないかっていうのは、例えば新商品を作ろうと思っている時にアンケートとかね取ったりとかするんですけど、このアンケートの質問の仕方が悪いと正しい答えが導き出せないんですけれども、アンケートを取ってお客様の声を聞いて振り回されちゃいけないんですけどね、そこの中から真意を読み取ってから商品開発っていうのはサービス改善とかしていくんですけれども、基本的には答えがお客様が持っているっていうスタンスにすると全てがうまくいきます。例えばなんですけれども、よくね教室の先生とお話をしてて、自分自身がこう配慮しすぎちゃうタイプの人にありがちなパターンなんですけれども、きっとですよ、きっとなんとかさんはこういうふうに思うかもしれないと思って今は遠慮しておきましたとかね、こういうふうに思うからそれはちょっと言わないでおこうと思いましたみたいなね、サービスを展開するないしは改善する時に、私お客さんとか生徒さんはどう思ってんのとかっていうのをよく質問とかすることあるんですよ。いやその時に、いやそれを聞くと多分先生ってそうなのって思われるような気がしてとか、それはきっとみんなはしたくないと思っていますとかね、聞いてないんですよだから相手に聞いてないのと思いますとか、きっととか、そういう答えが多いんですよ。で、私が欲しいのはあなたの答えではなくて生徒さんの答えとかクライアントの答えを知りたくって聞いてるんですね。だからこれに対しての答えっていうのは、でどう思ってるのって言ったら、あ、聞いたことがなかったです、聞きます、で聞いたらこういうふうに言われました、そしたら私はきっとどう考えるのって聞くので、で私はこう考えますって言ってもらって、それでコンサルしていくっていうところが必要なので、言葉ちょっとね変なんですけど、その人の意見は意見で聞くんだけど、ベースにあるのはお客様の答えをベースに構築していきたいんですよね、サービスを。だから自分で答えを出しちゃいけなくって、それがまるでさもお客様の答えであると勘違いしちゃってる人とか勝手に想像してですよ思っているので、まずは基本に立ち返ると、答えはお客様が持っている、だから聞いた方が早いんですよね、聞ける距離感にある場合にはです。だからこういう場合にってどう思うのかなっていうふうに言った時に、ああそうですね、ちょっとわからないですね、聞いたことがあるんだったら答えてもいいですけど、わからないですねがおそらく正解です。なぜなら聞いてないから。きっとこういうふうに思うかもしれないは推測なので、実際に聞いてみたら合致してなければそこ考え方修正しないといけないんですよね。なのでこれをずらしちゃうと全然望まれないサービスを作っていっちゃうことがあるんですよ。前にコンサルでねお話をしてた時に、特にやっぱクレーム系とか声が大きい人の意見って優先されちゃうんですよ、先生の中で、マインドの中でですよ。面白かった例1個あげますね。新しいサービスを展開しようとしてやり始めました。でそれに対してそれは違う、なんか前の方が良かったみたいなね話とか、そういうのをこうみんなが言ってくるみたいに私に言うんですよ、そのクライアントが。そうすると私ってみんなっていう何人かが聞きたくなるんですよね。みんなって何人なんだろうとか思って、そんなに支持されないサービスだったのかなとか思って、で例えばそのみんなってちなみに何人なのって私が聞いたら、2人って言うんだよね2人みたいな、2人ってみんなって言うのかみたいな。でじゃあごめんなさい、教室の生徒さんって総勢何人いるんですか、それをサービス受けてる人って。70人っていうんですよ。で70人いて2人って他の人たちはいや聞いてないので分かりませんって言って、その後ね聞いてもらったんですよ、新サービスに対してどうだったかって。したら結果としては20人近くがそっちの方がいいよねっていう話だったんですよ。っていうことは実際は20対2なわけですよ。だけど2人の人が言ってきちゃうもんだから、それをまるで 100% のように受け入れてしまって、みんなが「ダメだって言ってます」って私に報告するから「いやそんなことないサービスのはずなんだけどな」とか思って、だから悪いことの方をものすごくクローズアップして聞いちゃう耳がありますよね、人間って。ショックだから、ショックだから。でも冷静に数字で考えると、例えばアンケートができてなかったとしても70人中20人はいいって言ってて2人が言うって、ここ、どっちを取るかっていうところで、多数決の論理じゃないんですけどね。じゃあ2人の人はあんまりそういう教室には合っていかないのかなって、いずれフェードアウトしちゃう人っていうふうに割り切ることをすれば、こっちの20人が満足してるわけで、あと残りの何十人とかもそれを支持してる可能性が高いんですよね。だから声が大きい人の意見を聞いてしまうのではなくて、冷静にそれは本当に求められてないサービスなのかどうなのかっていうのを、答えはお客様が持っているという観点から理解すると、大きな声の人に惑わされないっていう軸を持つことができると思います。クレームの方がショックだから言うことを聞きがちなんですけれども、そこは引いた目でちょっと冷静に対処をしないとサービスの作り方を誤っちゃうことがある。だからお客様に聞いてみる、答えはお客様が持っているということを今一度お伝えしたいと思います。それでは。